さて、フレンズの続きいきますね。さてと、これ、前からやってるこれね、The Full Monica and Chandler Story ということで、12分45秒のビデオですが、今日はこれ、待ってください、ごめんなさい、17分半ぐらいのビデオで、今日は12分45秒のところから始めますね。さて、12分45秒のところからなんですが、ちょっとだけ前に戻ってちょっとだけ復習します。はい、はい、ここまでね、ここまで前回やったんですね。次こっからね。You're serious. 本気かよっていうね。You're serious. で、本気なんだなとか、あるいは本気かよとか、そういう感じですよね。で、Oh yeah. Oh yeah. そうよ、本気よとかね。Fine. I'll do it, but no talking. Fine. ね。Fine っていうのはよくあの会話でよく言いますよね。Fine っていうのは、なんかちょっと皮肉っぽく、あ、それでもいいよもうっていうような感じで存在に返上する時の言い方なのかな。本来はファインっていうのはあの それでいいですね、もう全てよろしいという意味なんで使うはずなのに、なんか僕は、それをこう皮肉っぽくね、あ、いいよいいよ分かったよそういうような感じで言ってる場面をよく見るような気がしますね。まあここではともかく今のね、ファインっていうのは OK、ファイン、なんか怒ってる時にね、口喧嘩してる時にファインっていうふうに言って、で、あー分かったよとかね、相手と口論してる時にね、相手の言ってることを受けて、あー分かったよとかいうような意味で、なんか怒りながら言ってる時によく使うような気がします。その時ばかりそういう皮肉の意味でばかりじゃなくて、ちゃんとした普通の言い方でも使えるのかどうかはちょっと知りませんね。No cuddling. Oh yeah. All right, fine. I'll do it, but no talking. Fine. All right, fine. I'll do it, but no talking. ね、あの、分かったよ。やるよ。するよ。でもね、あの、話はしないからね、とか言ってるわけですね。ほんで、And no cuddling. No cuddling. No cuddling と言ってますね。No cuddling. Cuddling っていうのは、日本語でなんていうのかな、こう、なんかこう、あやすって言ったらおかしいな、なんていうのかな、子供をあやしたりするときの、に使う cuddling という言葉ありますよね、カロ。ちょっとね、これ、暗いな、見えないな、ちょっと待ってね、ちょっとね、今これ、ちょっと微妙でね、ちょっと待ってね。真っ昼間なのにちょっとカーテン閉めて、カーテン開けたらねちょっと明るすぎるしね、仕方がないからカーテン閉めてるんですよね。ほんで電気つけるってちょっともったいないんですが、仕方がない、ちょうどいい、あの光の量がね、光の量を確保するのは難しいから仕方ない。カロルって言ってますね、カロルね、ちょっと待ってね、これで見えるな、カロルね。でカロルっていうのは hold someone closely andlovingly in your arms ねって書いてありますね。それで間違いないですね。だからあの両手で抱いてね、あのしっかり抱いて、あの愛情込めて抱くということですよね。だからね、あのもう抱いてやらないからな、抱いてやらないというか、なんていうのかな、抱っこはしないっていうのもなんか変ですね。抱擁とはしないよ。これは今度硬いですね。まあともかくそんな感じなんですけどね。両手で抱えて、あの愛情を込めて抱っこするとか、そういうような感じのことはしないよ、とか言ってね。Kissing your neck. No kissing your neck. No kissing your neck. って、それから、あの、君の、あの、首にキスするなんてこともしないからね、と。I hate it when you do that!
Okay, I hate it when you do that. I hate it when you do that. ですね。ああいいよ、いいわよ、それされるの嫌いだからとかね、これ本当好きで仕方ないよね、そうやって嫌いだからとか言って。And lots of kissing your neck. そういうの嫌いだから。嫌いなのか、じゃあ分かった、今度はじゃあ思いっきりキスしてやるからなとかでね、首にね。なんでも相手がなるべく嫌がるようなことをお互いに言い合ってるわけですね。あ、ちょっと待って、なんて言ってるのかな。ovulating という言葉が出てきましたね。ovulate、前回も出てきたでしょ。ovulate、ovulate というのは over、すなわち卵子を排出すること、すなわち排卵することということでね。ovulate、もう一遍その ovulate という単語を復習しますが。ここら辺に出てくる、ちょっと待って、どれかな。オヴィレートってこれか、これね。オヴィレート、わかりますね。オヴィレートね。で、見えますかね。オヴィレートで、of a woman、or a female animal、 discharge over、reproductive cells、from the ovary って書いてありますね。卵巣から卵子を排出することをオヴィレートって言うんだと。だからオーバーっていうのが多分これ卵子という意味だと思いますけどね。オーヴァリーというのは多分卵巣という意味だと思います。だからね、オヴィレートは、排卵するってことですよね。ね、まあラテン語から来ますが、フランス語なんか知ってる人はこれこんな単語を見てもなんとなくピンとくると思いますけどね。というわけで、まあこういう医学用語、まあ、医学用語というほど大したことないですけどね、まあ、日常的に知らなきゃいけない言葉ですからね、このぐらいの言葉は覚えておかないといけませんよね。で、ovulate、排卵する。次回排卵するときには、何々してくれるとかいうような話でしたね。ちょっと待って、ちょっと、もう一遍。Will you give it another try? でね、その前に何て言ってるのかちょっとはっきり聞き取れないんですよね。The one when I'm、when I ovulate next time とかいうように言ってるような気がしますね。なんか the one when I ovulate next time、will you give it another try のように聞こえます。ちょっと待ってくださいね。わからん。Will you wanna give it another try? わかりません。ごめんなさいね。ちょっとここら辺細かいところ聞くと思いません。ただ言いたいことは多分どうせ次回ね、また、排卵するときはまた何ちゅうてんやな、 give another try してくれるとね、もう一遍ちょっとやってみる気あるっていう感じですよね、で、それで So you've never had sex with a Kennedy, have you? So you never had sex with Kennedy, have you? って言ってますよね。じゃあ、ということはまあケネディとセックスしたことないんだねということで、なんでこんな話なのか分かりませんけどね。 You're gonna go do it now? You're gonna do it now?
You're gonna do it now? え、あの、ジョイが言ってますね。今する気って書いてね。だから今みんなで一緒に喋りながらレストランにいるのに、その時にね、今からトイレ行ってするんだとか言うんですよね。ちょっと待ってね。You're gonna do it.You're gonna do it now? って言ってますね、あの、ジョイがね。ほんで、You're gonna go do it now? We don't have much time. You're gonna do it now? ってですね。You're gonna go do it now? We don't have much time. And once the egg descends into the fallopian tube. で、ちょっと待ってね。なんて言ってるか忘れた。We don't have much time. And once the egg descends into the fallopian tube. We don't have much time. Once the egg descended, once the egg descended to the bottom, なんとかかんとかって言うんですよね。ね、だから、あの、卵子がね、卵、卵子、the egg がね、あの、下に降りたら、これこれこうだから、だから、とか言って説明しようとしてもらったら、ね、あの、この上位が、いやいやいや、もう説明しなくていいよ、とか言ってね、言うんですよね。Blockage. Once the egg descended the blockage, なんとかかんとかって、なんかよくわかりません。ともかく、ちょっと細かいところは聞き取れませんけど、申し訳ない。Dr. Connolly just called. Connolly just called. Connolly かな。なんか Connolly が今さっき電話くれたよと。ね。あの、電話くれて、あの、その何？君を呼んでたよということですよね。Colin かな Colin かなよくわかりません。Colin just called. Colin が電話くれてたよ、さっき。Big news? Big news?、Big news? だから、あの、まあ、なんていうのかな、Big news はあるとか、なんていうかな。なんか、あの、なんかちょっとあの医者かか何かから言われたことがあるんですね。それが聞きたいわけですね。Of course it's not good news. You just said Dr. Connolly just called. Big news じゃないな。Good news ですね。Good news はあるかって。With good news? ほら、good news ってね。Good news はあるかって、あるってね。Of course it's not good news. You just said Dr. Connolly. Of course there's no good news. あ、そうか。さっき、あの、ドクター・コリンか誰かが電話くれたんだと。でね、そのどうやらコリンっていうのが医者の名前みたいですね。だから、あの、産婦人科の医者で、その医者が電話くれて、でグッドニュース、なんかいいこと言ってたとね。で、いや、もちろんいいことなんてないよねと、あの、医者がいいこと言ってたわけないよねとか言ってね。Connolly just called. With good news?Of course, it's not good news. You just said Dr. Connolly just called. Of course, there's no good news. You just said Dr. Connolly just called. Dr. Connolly just called, かな？ちょっと待ってね。あの、もしかしていい知らせなの？いや、もちろんいい知らせなんかないわね。ないわよね。あの、あなたはただ単にDr. Connolly が電話今くれたんだってしか言ってないからね。だから、good news なんてあるはずないよねというふうに言ってるんですよね。もっぺん。Get out of here って言ってますね。もう行けよ行けよっていうね。With good news? Of course it's not good news. You just said Dr. Connolly just called. If it was good news, you would have said Dr. Connolly just called. If there was good news, you would have said Dr. Connolly just called. もしね、もしいい知らせだったら、あなたはもっとね、いや、あの Dr. Connolly just called って言う以外に、なんていうかな、高い声でもっと嬉しそうに言ってたはずなもんね。でもただ単に、あの、軽く言ってただけだから、いい知らせがあったはずないよねというふうに言ってるんですよね。もう一遍行きましょう。 This is not good news. You just said Dr. Connolly just called. With good news?Of course it's not good news. You just said Dr. Connolly just called. If it was good news, you would have said Dr. Connolly just called. But, so what is it? Is it, So what is it? Is there a problem? Is there a problem
Is there a problem? Here. With you? Is there a problem with me or you? ね、ドクター・カッリー、産婦人科のね、ドクター・カッリーが電話をくれたって、じゃあ、結局どうだったわけ？なんか問題あるわけ？私に問題あるわけ？それともあなたに？っていうわけですね。なら、Actually, it's both of us. Actually, it's both of us.、ね、だから、まあ実際というか、actually は実際とかね、実際のところという場合に訳せばそれでおしまいといえばおしまいなんですけども、その意味合いとしてはね、ちょっと意外かもしれないけども、実際はね、こうなんだよというような感じね。うん。意外に思うかもしれないけどっていう感じ、そういう時に、actually って言うんですよね。ただ単に実際はってとかね、実際にはって訳せばそれで分かったような気になってしまいがちですけども、actually っていうのはね、actually っていうのはなんか相手の予期してないことを今から言いたい時に使う言葉ですよね。でもまあ辞書にもそう書いてありますね。だから、ちょっと意外だと思うかもしれないけど、実際はね、本当はね、本当はねということですね。本当はね、二人とも悪いんだと、二人とも問題があるんだと。Apparently, my sperm have low motility. Apparently, my sperm have low motive. My sperm has low motility. ね、motility。もっぺんゆっくり言いますと、Apparently, my sperm has low motility ね。で、apparently っていうのはまあ見たところというか、まあそんな感じというかね、it seems that ということですよね。だからどうやら僕の精液が精子の動きが悪いみたいなんだと。apparently my sperm has low motility。motility っていうのは motility ね。これはモーター、例のモーターね、モーターという単語と、語源的につながる言葉なんですが、モーティリティというのはね、ちょっと待ってね、あれ載ってないな、モーティリティ、あ、この辞書ちっちゃすぎて載ってませんね、ちょっと待ってね、もうちょっと大きな辞書、モーティリティ、これに載ってるかな、あ、これにも載ってないわ、もっと大きな辞書を見ないといけないな、ちょっと大きな辞書、かなり大きな辞書、4000ページの辞書を開きます、4000ページの辞書なんだけども2冊に分かれてるやつ、モーティリティ、ちょっとね、モーティリティでしょ、ちょっとね、ちょっと大きな事象だから、ここで、ちょっとね、見えるかな？で、あ、見えるな、はい。下の方に、ほら、下の方の黄色のところ、モーティリティって書いてあるでしょ？モーティリティね。これは、の名詞の形ね。モーティリティ。で、ET が次ついてますね。で、モート。モート。モートという、この単語があるんですね。モート。モートがモーティリティという場合に変わったんですね。モートというのが形容詞ね。で、そこからできた言葉がモーティリティなんですが、モートって何かというと、ラテン語のモートスから来て、モーションのことだと。ね。それが、モーションという意味のモートスに、ILE がついてね。だから、モーションがあるという意味ですね。動くという意味の、動くようなという意味の形容詞ね。だから、アジェクティブとして、バイオロジーでは、capable of motion ね。モーションすることができる。ね。動くことができる。移動性の、characterized by motion ね。だから、
動く性質を持ったというか、動く、ムービングというか、ムーヴァブルというか、ね、動くことができるということですよね。で、モートルというのは、だから、モートルは動くことができる、移動性のということです。モーティリティというのは移動性というか、動く能力、ね、動く能力ですよね。だから、あの、今さっき言ってた、チャンダーが言った言葉は、ね、Apparently, my sperm has low motility. ね。ね。どうやら、こんな風ないことらしいと。どうやらこういうことらしいよと。だから、あの、僕の精子の動きがちょっと足りないみたいだと。ちょっと移動、ちょろちょろちょろっと動く、その動き方がちょっと鈍いらしいと。ね。で、And you have an inhospitable environment. ね、you have an environment. ごめんなさい。You have an inhospitable environment. Inhospitable. Hospitable. Hospitable ではないってことですね。Inhospitable. だから、you have an inhospitable environment は、君は、あの、なんていうかな。受け入れる、そのね、精子を受け入れる環境を持ってないということですよね。あの、そういうような感じね。あの、で、おう。What does that mean? ということはどういうこと？っていうね。It's that my guys won't get off their bark loungers and you. ね、that means my guys. My guys って言ってますね。あの、どういうことかというと、my guys、僕の guys、あの、僕のその持ってるその guys たち、僕の、なんちゅうてんかな。まあ、ともかく。精子ってたくさんいるでしょ。そのたくさんいる精子たちのことを僕の精子たちという意味で My guys って言ってるね。だから僕の手下たちっていうかね、あの、ま、僕の手下たちというか、僕が持ってるそのこういうあの精子たちというかね、うん、My guys で何だったっけ。 What does that mean? It means that my guys won't get off their bark loungers andBacklangers. ちょっと待ってね。これはよくわからないですね。My guys, it means my guys、don't have backlounger. え ?Backlangers か What does that mean? It means that my guys won't get off their backlangers and... get off their backlangers?、my guys won't get off their backlangers? というふうに言ってるような気がするんですよね。あのちょっと残念ながらよくわかりません。で、その後 You have a uterus that is prepared to kill the ones that do. And you have an uterus. Uterus っていうのはあれですよね。なんていうのかな。あれは子宮かな。うん。子宮ですよね。Uterus. You have an uterus. You have a uterus that、なんだったっけ。ちょっと待ってね。まず uterus ね。あの一応は医学用語ということになってるね、言葉がじゃんじゃん出てきて、まあまあ常識的な単語ではあるけどもね、でもね、慣れてない人にとっては難しいかもしれない。ユートラスね、これユートラスね、これ、the womb ってことですね。だからまあ子宮っていうことですかね。うん、ユートラスね、ユートラス。You have a uterus that なんとかですよね。ちょっと待ってね。Bark loungers and you have a uterus that is prepared to kill the ones that do. You have a uterus. You have a uterus that kills the ones that do. ね、ちょっと待ってね。Have a uterus that is prepared to kill the ones that do. You have a uterus that prepared to kill the ones that do. ね。で君はあのせっかくねあのこう入ってきたその精子を
殺しちゃうんだということですよね。そういう殺しちゃうようなあの子宮を持ってるんだということですね。でそれをちょっと面白いおかしく言っていたんですね。It means we can keep trying. ね。というように小さい声で言ってますね。It means we can keep trying. だから結局は、まあ、僕らはこれからあの一生懸命頑張ってやれないことはないんだということなんだよと。いわゆるね、ちょっとまあ慰めのようなことを言ってるわけですよね。But there's a good chance this may never happen for us. But there's a good chance.That it will never happen to us. ですかね。But there's a good chance this may never happen for us. But there's a good chance that it may never happen to us. ね。でもあの、一生懸命頑張っても結局永遠に僕らは子供が作れないかもしれないんだと。ということですよね。My God ですね。I'm sorry. 残念だな、残念だけどっていうことですよね。これはごめんね、ごめんねという意味じゃないですよね、ここではね。まあ、残念だけどって。Me too. ね、I'm sorry って一人が言って、もう一人がまた Me too という場合によく言いますよね。だから、残念。一方が謝って I'm sorry って言って、相手が Me too って言った場合は、ね、まあ、確かに残念だなとかねいうふうになったり両方とも残念だというふうな意味で使う時もあるしね。まああの英語の場合はもうごめんねって言わない謝ってるように見える時もそれからただ単に残念だと思ってるだけの時も I'm sorry ですからね。まあ日本語では訳しかえないといけませんが、まあともかく残念だね、残念だけどっていうふうにお互いに残念だという場合に言ってるんですよね。She gave us a great report, and we are officially on the waiting list. That's great. She gave a なんとか report. She gave an official report. She gave us a great report, and we are officially. She gave us a great report, and we are officially. なんだったっけ? She gave us a great report, and we are officially on the waiting list. That's. We are officially on the waiting list. ね? She gave us a great report, and.We are officially on the waiting list. ね。だから、she っていうのはどの she か分かりませんが、その、あの、さっきの医者かもしれないし、また別のソーシャルワーカーか何かも、かもしれませんが、ともかく、素晴らしいレポートね、あの、報告してくれて、それで、私たちはもう、あの、その waiting list の中に、待ち、なんていうのかな、あれ。あの、それで私たちはこれで、こうね、waiting list の中に入ったんだと。ね、あのだからこれ何の話になってるかというとこの後見たら分かるんですけどね、あのあれですよ、と子供を持つためのあのウェイティングリストに入ったんですよね、あのその、養子に迎えるね。 We just have to wait for a call。 あ、養子に迎えるんじゃない、ごめんなさい、ね、代理母を見つけるのかな、うん、そんな感じみたいですね。この後に代理母かなんかなってもらうんですよね。There's a baby waiting for us. 代理母じゃないな、ごめんなさい。誰か別の、やっぱり、あの、養子に迎えるみたいですね。誰かが、あの、子供を産みそうなんだけども、あの、その子供をなんか手放すつもりの人から、あの、その、子供を持つと。子供をもらうということになってるらしいんですよね。ちょっとはっきりわからないんですが。Then we just have to wait for a call and someone tells us there's a baby waiting for us. Someone tells us、there's a baby waiting for us. ただ単に、ともかく電話を待ってればいいんだよ。で、そあの電話を待ってて、それあの待ってりゃいいって言われてるのと、あの、誰かがね、誰かがそのあのこう。今こう妊娠中でね、子供が生まれそうで、その子供を私たちにあげるって言ってくれてる人がいるのよっていうふうに言ってるんですよね。はい、これで
次は次回に回しますね。